いらっしゃいませクリア。こちらエンジンログだけです。異常なし。これよりオペレーションファブニールを開始する。エロ VR 見てるとこすいません。赤外線チェックだ。どうされました？しー、静かにしろ。お前だよ。俺は今闇の組織に追われている。はい。目標、歌旗のエデンに到着。マクドナルドです。店内でいきなり不審人物を発見。完全にお前のことだよ。残念ながら、この眼帯を外させてもらう。ワイキンカーがつかめないからだ。ご注文はお決まりですか？いつものを頼む。すいません、存じ上げておりません。なんだ、シエリか。バイト歴10年だよ。週7出勤してるわ。どうされました？今注文した。はい？聞こえなかったのか。はい。今頭の中に唱えただろ。バカなのか。聞こえるわけねえだろ。なんだ、ただの人間か。当たり前だよ。口で言ってくださいよ。シャイニングフレーム、消化した茶色き肉片を一つ。ライトノベルのタイトルか。なんだよシャイニングフレーム、消化した茶色き肉片って。やれやれだぜ。こっちのセリフだよ。意味わかんねえわ。これだ。照り焼きバーガーじゃねえか。シャイニングフレームとかカッコつけんな。それのセットでサイドメニューがポテトやサラダ、お選びいただけます。ではサバカレシキ手鍵不死鳥で。ナゲットですか？そう言ってるだろう。その通り言え。辛辣に変化させて今時期の液体は不要だ。マスタードはいらないんですね。うむ。お飲み物はどうなさいますか？レクイエムで。わけがわからないよ。貴様コーラも知らぬのか。レクイエムじゃわからねえわ。あとはチーバズーカーをもらえるか。どんなバズーカーだよ。チーズバーガーだろ。いいな、チーバズだ。チー牛みたいに言うな。正式名称は三種のチーズバズーカーと組む女の月だ。マジでチーバズじゃねえか。チーバズが一つ。今日の俺は機嫌がいい。近畿の必殺技を見せてやらんこともない。見せなくて結構です。深海に眠るし早急のアイデンティティを。聖なる衣をまといて光と闇を創造せよ。モサムフィレオフィッシュ。お会計が1120円になります。いでよ。ほら、釣りはいらない。ちょうどじゃねえか。いちいちからこつけんな。最後に契約の証を頼む。領収書ですね。お宛名は神で。あいたたたたたた。では神様で。お待たせいたしました。確かに受け取った。風が呼んでいるな。次なる何時との出会いは漆黒の闇か、はたまた煉獄の炎か。こいつ直接脳内に。ありがとうございました。もうお越しくださるなよクソ野郎。貴様も能力者だったのか。